衝撃の結末、人気タレントリューチェルさん、突如他界の真実が明らかに。日本の芸能界を代表するカリスマタレントとして知られるリューチェルさんが驚愕の結末を迎えました。彼の突然の他界は多くの人々に衝撃を与えました。その真相は病なのか痔なのか、私たちは疑問に思います。笑顔の裏側に潜む深刻な闘病と題された記事で、リューチェルさんのに至るまでの葛藤が明らかにされています。彼は長年にわたり不安や孤独感と向き合いながらもファンに笑顔を届けてきました。しかし裏側では彼自身が抱えていた闘病の真実が隠されていたのです。記事ではリューチェルさんが体調不良を訴え多くの病院を受診していたことが明らかになりました。その中で診断されたのは極めて珍しい難治性の病気でした。長期にわたる治療や厳しい制限に耐える中、彼は仕事に打ち込みながらも精神的な苦しみを抱え続けました。そしてついに彼の限界が訪れたのかもしれません。記事が報じたところによると、彼は深夜の一人暮らしの部屋で発見されたとのことです。警察の捜査は現在も継続中で、詳しい事情は明らかにされていません。彼の他界は多くの人々に衝撃を与えました。彼を心の支えとしてきたファンにとっても信じがたい現実となったことでしょう。悲しみの中で彼の笑顔や明るいパフォーマンスを想起する機会も多いことでしょう。リューチェルさんのは芸能界におけるメンタルヘルスの問題を再び浮き彫りにしました。彼のような成功者でさえ内面では様々な困難を抱えていることがあるのです。大勢の支えや心のケアがなければ、誰でも精神的な苦しみに立ち向かうのは困難です。彼の早すぎる他界が多くの人々にメンタルヘルスの大切さを伝えるきっかけとなってほしいと願います。私たちはリューチェルさんの笑顔とパフォーマンスを永遠に心に刻みつつ、彼が抱えていた苦悩に思いを馳せる必要があります。今回の記事を通じてメンタルヘルスの問題に真剣に向き合い、互いに支え合う大切さを再認識しましょう。同じような戦いを抱える人々が一人でも減り、笑顔あふれる社会が広がることを願って言います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。